中年オタッキーです。先日公開した動画ではね、ネタがないと言ってましたけど、っていうかこの動画作ってるのまだその先日の動画を公開する前なんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、ネタができましたんで動画作ってます。もうわかるかな、もうわかりますよね。まあタイトル見てもわかってきてるんだろうけど、ジャンクカメラをね、落札しまして、ヤフーオークションでね、開封動画になっていきます。それでは動画スタートしてまいります。はい、ジャンクカメラをね、ちょっと2台ほどね、まとめてね、まとめてって言ったら全然違う出品者からなんですけどね、落札しまして、開封していく。もうこれね、もう重さでね、すぐ分かっちゃうんですけど、中身はまだ言わないですね。まあ、ツイッター見てる人は知ってると思うんですけどね、僕のツイッターをフォローしてる人はだいぶ分かってると思いますが、開けていきます。これどうなってんだ。よいしょ。よいしょ。これね、1週間に1回しか家に帰らないってあれなんですけども、ちょろっと家に寄ってね、取ってきたんですけども我慢できないんでね。出てきました、出てきました。厳重に、なかなか厳重にね、プチプチで、くぐんであります。わ、結構綺麗かもしんないぞ。お、綺麗かもしんないぞ、綺麗かもしんないぞ、綺麗かもしんないぞ。はい、ニコマート FT2 ですね。でね、ニコンのことをね、全然分かってない人が、もう見りゃ分かるですよね。ガチャガチャ外れてますよね。うん。まあ、とりあえず、よいしょ。絞りを 5.6 に合わせてと。よいしょ。ん？なんかガチャガチャの位置が怪しい。よっ！めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。これ最短が確か、最短これ 1.2 なのか。ああ、カメラにはピントが合いません。切れますね、シャッター。スローシャッターも良好。うん、いいよいいよ、よっと。うんで、蓋を開けまして、モルトはさすがにもないですね。高速シャッターで、あ、いい感じ、いい感じです。感動品だと思いますね。露出系はね、ちょっと電池が切れてるだろうからわかんないです。レンズがどうだよ。あ、ほこりは多いけど、まあまあバリモンですね。カビはないようです。うん、これはね、ちょっと前のね、動画で紹介した4386のオートニッコールバージョンですね、これ。はい、これはこういうもんなのか。なんかちょっと怪しいぞ。なんかちょっと怪しいぞ。これこういうもんなんですか。なんかちょっと怪しいです。何かが外れている。うん、何かが外れているな。こういうもんじゃないと思いますね。こういうもんなのかな。なんかガタガタです。共同がガタガタです。レンズ狙いだったのに。でもね、綺麗は綺麗なんですよ。これをちょっと調べてみようかな。うん、うん、まあカメラは、全然大丈夫っぽいです。レンズ狙いだったのにな。セルフタイマーどうだろう。はい、バッチリですね。
あ、こっちのモルト新しくなってるな。こっちのモルトは新品になってます。よいしょ。うん。はい、ニコマート FT2 はどうやら大丈夫ですね。露出系はちょっとまだ分かりません。レンズはね、なんか強度がガタガタです。バラしてね、これ組むのに失敗したかなんかのレンズかもしれませんね。レンズ狙いだっただけにちょっと微妙ですね。はい、次です。軽いっす、めっちゃ軽い、めっちゃ軽いぞ。あー、めっちゃ適当超適当ですね。梱包が超適当です。はい、出てきました。これね、富士のね TW3 ってこれハーフサイズカメラになるんですけどね、コニカレコーダー、を紹介しましたけど、それ以降に出たあのハーフサイズカメラということで、ちょっと欲しくなりまして、電池交換をねなんかメーカーに出さなきゃいけないらしいんですよ。でこれもどうせ電池切れてるんでしょ。お？お？ああ切れてるな。なんとか動くけどやっぱ交換しなきゃいけないって感じ。ダメだ。電池は交換しなきゃいけないな。でも電池を交換すれば動くぞこれ。うん。で電池交換が非常に難しいらしいです。モルトボロボロだな。モルトは交換しなきゃダメだこりゃ。電池室がここにあるんですね。でどっかを押さえると蓋が開くらしいんだけど。CR123A をねなんか2個使うらしいんですね。はい、なんとか動いてるな。なんかだんだん元気がなくなってくるまあ電池を交換したら大丈夫でしょう。というわけで、今日の戦利品ですね。こちらがね落札価格1000円だったんですよ。で送料込みで2000円、富士 TW3 ですね、ハーフサイズカメラですね。でこちらがね1600円で、送料込みで2700円だったかな。うん、まあまあいい買い物だったんじゃないでしょうか。レンズが生き返れば相当美味しい買い物だと思いますね。ほんで露出系が動くかどうかですね。うん、まああのこの動画の中で露出系をテストしてもいいんだけど、まあ後日にしようかな。コイン、あコイン、あコイン、コイン、ここだ。ちょっと露出系のテストしてみるか。相変わらずねこのニコマートはねこの電池室の蓋の開け方がよくわからない。あ、こっちがオープンか。よっ。そもそも電池が入ってないな。電池が入れてないぞと。LR44。LR44。あるんだな、これ LR44 がね。よいしょ。どんなトラックだ、LR44 を常備してるんですかね。プラスの文字でっか よいしょ。んください。んで絞りを開放にして、あ、蓋が閉まった。シャッター速度を、うん、これ動かないかもしれない。今
は感度が100だな。いいよ。動かしにくい。てか動かない。感度設定ダイヤルが動かない。買った？動かないな。うん。露出系は死んでます。あ、動いた動いた動いたぞ。露出系動いたぞ。動きました。精度は不明です。シャッタースピードが現在125分の1、絞り 3.5 だから、あ、なんか動いたり動かなかったりだ。あ、そうか、これ2個もあったらこれがスイッチだった。125の 3.5 です。いいかも、露出系いいかも。いい感じかもしれないですね、このカメラ。レンズは相当微妙ですが、はい。今日の動画こんな感じになります。面白くない？あのジャンカメラ2台、レンズが、レンズ、よいしょ。これこの間、紹介した4386ですね。よいしょ。よっと。よいしょ。かなり露出系やっぱ怪しいな。怪しいな。うん。なんか、なんていうんですか。こんな感じです。まあ、露出系僕いらないっちゃいらないんですけど、このカメラね、あれ、もしかしたらカメラプレゼントに回すかもしれないと思っていたので、できればね、ちゃんと動いた方がいいんですけどね。ビクビク、ビクビクって感じですね。なんかこう、なんとも言えないところです。まあ今日のね、動画はこんなところにしときましょうか。はい、じゃあこっから先はね、視聴者様の、作品紹介になってまいります。はい、開封して、2日が経ちました。このカメラね、露出系がビヨンビヨンで、レンズがガタガタだったんですけども、はい、綺麗に直ってます。露出系もね、適正露出で動いてますね。これ当たりでしたね。うん、これはそのうち動画に出てまいります。で、こいつはね、まだ電池を仕入れなきゃいけないんで、まだ何もしてません。はい、それでは今度こそ視聴者様の作品紹介になってまいります。はい、視聴者様のね、作品紹介、今日はね、トップバッター達也さん、の作品です。まだまだひよこですが、作品応募させていただきますということで、オリンパス OM-1、随行 50mmF1.4 ネオパンアクロスで撮影したということで、タイトルが夏の記憶っていうことですけどね、これお祭りかなんかにね、行く
途中で撮ったのかな、あの着物姿、和服姿の子供が、夕日でしょうね、おそらくフレア広がってますけども、道を歩いてこれ素晴らしい写真になってますね。被写体がしっかりしてね、あのちゃんと主張ができてると思います。夕日がねもうちょっと路面に当たってたらもっと最高だったかもしれないですけど、まあこれはいいと思いますね。はい、達也さんありがとうございます。はい、次がのきりたんぽさんだ。きりたんぽさんの作品、タイトルがね、1枚目がホッピーで2枚目がウニフレー、あ、ウニゴーストか。カメラがね、ペンタックス Z5P、レンズタムロン AF アスペリカル、XR28-200mm、富士フィルムのね、スペリアビーナス800で撮影しているということで、やはりね、これ富士フィルムのスペリアビーナス、私もね、以前、取り上げましたけど、いい色が出るんですね、このフィルムね。で、露出が綺麗に合ってるのか、流浄感もこれあまり感じられずに、いい写真になってます。これウニゴーストの方なんですけど、これもう見事にウニゴーストっていうかウニフレアというか、面白いね、あのフレアになってますね。赤色がね結構いい色出てるんですね。いいと思いますね。キリタムさんありがとうございます。次がね、野良旅人さんの作品です。1枚目が白の主張、ソニー α7S、24-240mm で、2枚目がね、背比べに、カメラ α7R3、24-240mm、ということなんですけど、これどちらもねいい作品になってますね。1枚目の深い緑、ただタイトルがね1枚目は白の主張ということですけど、白の被写体がちょっとちっちゃいんで、違うタイトルでもよかったかもしれない。2枚目のね背比べはもうズバ抜けた写真ですね。これはもうちょっとコンテストレベルですね。ただ人がそのシャドウになって、桜もシャドウになってしまうんで、こう難しいっちゃ難しいんですけども、僕だったらでっかいストロボタクかな。いやストロボタイトルでもね、人がシャドウじゃなくなってしまうし難しいところですけど、まあ、いい写真はいい写真ですよね。この、ソニーのねカメラのねサイドが高いところを活かした綺麗な写真だと思います。はい、野良旅人さんありがとうございます。次にドリームロコモーティブさんの作品、カメラはねキャノンオートボイルナ35で、フィルムがなんとねコニカニューセンチュリア800、ズームスーパーっていうフィルムで、19年前の期限切れのカラーネガフィルムを、撮影後、800度までは無理だったと思って、DX コードの感度を400に加工してカメラに認識させ400として撮影、さらに自家現像 D76 でモノクロ仕上げ、現像時間なんと20度で15分、かなりのね増感現像をされた、一か八かでやったということですけど、これねなかなか雰囲気がある写真になってます。気持ち悪い写真って言ったらそれまでなんですけども、これはこれでね芸術的作品になっておりますね。こういう写真すごく好きですね。はい、最後に一都市九さんの作、ドリームのゴモティブさんありがとうございます。最後に一都市九さんの作品、1枚目がね春の息吹、2枚目が高圧注意ということで、カメラはどちらもオリンパスの OM30、G 随行 OS50mm F1.4 アクロス2、自家現像され始めたということでね、やりますね、自家現像で綺麗に現像できておりますが、1枚目はねこれちょっとごちゃごちゃしすぎて被写体がよくわからない、これモノクロにねよくあることなんですけども、モノクロはね色がないんで、シンプルにね撮れる被写体の方が、浮き上がって見えますね。これちょっと難しいですね。2枚目はねバッチリいい作品になっております。高圧中ということで、これ、素晴らしい晴天下のね高圧電線が、広々としたところに展開しているいい写真になっていると思います。はい、今日のね作品紹介はここまで、とうとうね紹介しきりました。まだね応募どんどんしてください。はい、それでは次はね、作品投稿が殺到しておる俺のカメラのコーナーです。
はい、大人気というかね、人気、投稿者に人気なのかな、みんな見てるのかな、俺のカメラのコーナー、もう待機者が何人か分かんないぐらい待機してます。まずはね、達也さんの、俺のカメラ、ニコン F2 フォトミック、ニコン F2 フォトミック A、オリンパス OM1、オリンパス OM10、4台を、撮って送ってもらいました。なかなかね、コンディションの良さそうなね、前期ともね、いい感じの、カメラですね。ただ、これただカメラをね、紹介するだけじゃなくて、作品として投稿してほしいので、なんか一ひねり欲しかったですね、写真としては。はい。達也さんありがとうございます。次にね、ジンフリークスさんね、の俺のカメラ、ローライ35ですか、私の動画を見てね、フィルム写真を撮ろうと思ってしまってあった EOS 7を引っ張り出したところ、結構な大きさと重さに、ローライ35を持っていたことを思い出し、家中を丸2日探し回ってやっと見つけました。ローライ35ちっちゃいですからね、これでもね、ちっちゃいけどね、しっかりね、高いんですよね。で、作品としてこれ3枚投稿されてるんですけど、これ素晴らしいですね。これカメラの周りをね、にゃんこちゃんがうろついてる写真なんですけど、これを見事です。次回の俺のカメラの、コーナーからは、ジンフリークスさんのこの1枚目の写真を、タイトルにさせていただきます。はい。たくさん待ってるんですけどね、紹介は、とりあえず2人、動画っていうか、編集する時間がないです、すいません。今日はね、やったやっちまったのコーナーは、投稿がないため、なしということになります。今回ね、ちょっと、ジャンクカメラ2台仕入れましてね、1台はね、無事、修理が完了しましてね、これね、もう、いいフィーリングで、結構苦労しました。もう、キーってなりましたね。ネジがめちゃくちゃちっちゃくて、コロコロ転がるしね、なかなか入んなかった。ほんで、このカメラなんですけど、多分なんですけど、前のね、ユーザー、前のオーナーがね、レストアしようとしてたみたいなんですね。で、この接眼部のレンズとかね、これ新品ですよ。で、レンズもね、ばらしてあったんですね、多分ね。ばらして、やり方が分かんなくなって、適当に組んで出品したみたいな感じのノリで、ヘリコイドがね、違うとこに入っててね、ヘリコイドってね、ばらしたことない人、分かんないと思うんですけど、入れる場所によってね、なんていうんですか、焦点距離、ピントの、あれが変わるんですよ、焦点距離がね。で、入れる場所を間違えると絶対に無限遠が出ないんですよ。で、何回もヘリコイドの位置合わせて一瞬やりました。で、構造もね、レンズの構造も分かってなかったんで、あれこれやってて、結局ね、このレンズ別に磨いたわけでも何でもないのに、組み直すだけで2時間くらいかかりました。まあでもね、無事ね、バリモンレンズにバリモンカメラ、露出系まで動いてますからね、これバッチリですよね。もう露出系の精度出ております。このカメラでね、また、写真を撮って、そのうち動画を作ることになると思います。まあこっちはね、まだですけどね、もうでも電池切れかけてても動いてるから、電池交換したらもうね、動くようになると思うんで、その電池交換がめちゃくちゃ難しいカメラなんですけど、こんな感じでね、今回の、ジャンクカメラ購入は大成功ということですね。はい。で、次の動画なんですけど、どうしようかな。EOS 5D のマーク3で、河津桜も撮ってきましたし、現像待ちもね、2本ほどあるんですけども、もしかしたら EOS 5D で桜を撮ってきた、曇り空の下ね、桜を撮ってきたんですよ。あえてね。曇り空ばっかりしか当たんなかったっていうのもあるんですけども、天気の回復を、ずっと待ってたら、河津桜も散ってしまいました。まあそんな感じで、次の動画もしかしたら EOS 5D で、河津桜、曇りの日に撮った河津桜の、紹介になるかもしれませんし、他にもね、こいつのね、写真も取り上がりてますし、どれを紹介するかちょっと分かんないんですけども、ネタがたくさんありすぎて分かんないっていう感じになってます。はい。今日の動画はね、
ここまで、また次の動画、お待ちください、それではね、チャンネル登録ね、まだの方ね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。最近ねちょっと動画再生が好調な理由っていうのがね、ミッドロール広告をどうやらね、ミッドロール広告入れたんですけど、それがね YouTube の方のスコアになってるみたいで、優先順位が上に上がっていってるみたいですね。だから、今ねちょっと実験的に古い動画もね広告を間に挟んでみています。たくさん広告を入れれば入れるほど、もしかしたらね動画の優先順位が上がっていくのかなと思って、今度1本ね5秒に1回ぐらいミッドロール広告入れてみようかなそれは嘘ですけどね、そんな5秒に1回広告流れたらキーってなりますよね、そんな感じでね、また次の動画も、お待ちください。はい、それではまた、ごきげんよう、さよなら。